だって分からん人の方がダメなんだもん、うん、これ もともと森友も加計もあの桜を見る会もみんな分かってるんですよ。みんな分かってる、国民も分かってて、うん、分かってる、うん、安倍さん擁護する人が証拠出せ証拠出せとできないことを、ね、突きつけてくるわけですよ、うん、証拠とかいうのはそれはもう検察と警察動かない限り出てこないんですよ、うん、だからホテルも出さないわけよ、はい、ね、であの国政調査権があるから議員さんが言うたら出るんだけど、それ与党が OK しない限り国政調査権も、うん、もう本当にあってなきがごときじゃないですか、はい、うん、本当は議員さんが言うたら出さないといけないってなってるんだけど、それすら出さないんだから、はい、もうこれはもうみんなが寄ってたかって与党が隠蔽しているという世界じゃないですか、うんうん、でそれがこうやってバレたらバレたで誰か一人そういう弱いやつに責任でぼっかぶせて逃げおせようという魂胆でしょ、うん、もうこの魂胆が許せないわけですよ。そう、正直もちろんなんかね水面下で話はできとんかもしれないですよ、うんうん、とりあえずこれよくまあその何ドラマとかでやったらヤクザの世界でもあるじゃないですか、はい、お前ちょっと今回罪かぶってくれ、はい、その間ちゃんと家族のことしとったるからなみたいな、ねえ、もうその世界の話でしょ、うん、はい、一回だからもう本当リセットしないとダメですよね。もう悪いことは悪いで、はい、罪かぶる人はちゃんと罪を償って、そうです、もう一回リセットしてしないと、うん、もうあの私たちのその身の回りの社会はもっとおかしくなっていきますよ。なりますよ。だからその、うん、先ほど西成のあの話でもね、結局この根本がやっぱこの辺に僕あるのかなと思ったりもしてるわけですよ、うん、でこの辺が結局強いものがなんか弱いものになんか全部ね、今もそうでしょ、うん、その消費税とかいうものが、うん、なぜ消費税をやるかっつったら福祉に回しますと、うん、全額、ね、弱い人のために使いますって言ってたのが1円たりとも使われてない、はい、かつ福祉がどん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 削られていってる、ね、でそれと消費税で得たお金どうなってるかというと大企業の減税と同額であると、うん、だそれ大企業の減税に使って金持ちのために使ってるかなんて世界じゃないですか、うん、言うてみたら簡単に言えばよ、うん、はい、本来もっと複雑かもしれないけど、まあ、単純に言えばそういうことじゃないですか、うん、だからそういうことをね、で、まあ、そのもう一個その、 裏を考えれば、うん、なぜこの時期にまあこういうことが降って湧いたように出てきたのかということもまたちょっと一つなんかね、うん、怪しさがあるじゃないですか、はいはい、でこれは何なんだろうと、大体その何か出る時でスピンと言われてて、はい、何かから目をそらすために今まで持ってるそのスキャンダルとか犯罪じみたことを隠してるやつをちょっと出してきて、そこにこう目を生かして、その間に一番触れてほしくないところを隠し通そうというような意図があるんですよ、はい、それをスピンって言うんですけど、はい、今回のこれがスピンであるとしたら超大型のスピンでしょ、はい、安倍さんが絡んでるスキャンダル、ね、うん、これっていうのはじゃあ何を隠すための、本来は安倍さんの桜を見る会をそらすために何かスピンを出すわけでしょ、うん、ということはこれをスピンにするということは、うん、もうそれ以上の何か大事があるわけじゃないですか、うんうん、でこれを何かと考えたらやっぱり僕は今の菅さんのね、うん、抱えてるコロナとか学術会議とか、うん、この辺りの追及をもう国会始まってるから、うん、ちょっとこう脇にそれるはずなんですよ多分、うん、はい、多分だからみんなが懸念してる、ほら心ある人がほんまに心を痛めてるコロナ対策よりもっていうようなことにこうちょっと言っちゃうわけですよ、ですね、当然ね、だからそういうのはもう早く1日2日でパパッと済まして検察に任して、うん、あとはもうコロナとかそういうことやってほしいわけです、うん、普通はね、本当はね、うん、ただその桜を見る会のこういう、悪いこともこれも見過ごしたらダメだから、これも早く決着つけてほしいんですよ、うん、極力、はい、でこんなんすぐ決着つきますよ、うん、だからもうとにかく安倍さんに一回承認で来てもらって話をしてもらって、うん、嘘ついてんだったら捕まえていただいてって世界じゃないですか、うん、で検察ももたもたせずにもうとにかく強制捜査、うん、小田一郎さんのところなんか4回も5回も強制捜査行ってんだから、うん、行ったらいいじゃん、うん、だからそういうことをしなかったらまたこう何かこう差別してる区別してるみたいな感じになっちゃうわけだから、うん、これもう本当に検察としても本腰入れざるを得ないんだけども、うん、まあ、僕がまあスピンであったとしたら、まあ菅総理を助けるためのものかなと思ってるんですよ、うんうん。